出展、フリー百科辞典、ウィキペディアストレンジカラーレスネスは、国籍不明のジェント、メタル、ラウドバンド。略称は、ストカラ。ストレンジカラーレスネスは、プロとして、業界の大、1000で活躍している、サウンドクリエイターギタリストの、ユバ、スクリームラップ、ハイトーンなど7の声を持つボーカリスト、DAD、ジャパンメタル界を、年リードしてきた。 コンチェルトムーンの元ドラマー、まさゆ幼少期より、クラシックギターをはじめ、スポーツ競技の世界戦見解の BGM 作編曲や U アーティストのサポートで、レコーディングやイベント参加の豊富な経験を持つマナ、現ギタリスト、アツシオ、に結成された新規プロジェクト。当初は、ユバコのサイドプロジェクトとして、 端しましたが、2020年より世界基準のプロジェクトへと消化すべく本格的な活動に向け準備を開始。楽ジャンルは、ジェント、メタル、ラウドロック、エモスクリーモといったマイナージャンルに属するが、メンバーそれぞれの多様な楽的バックボーンも加わり、エレクトロやヒップホップ、アンビエントの要素も強くなっている。また DAD の歌うハイトーンでの美しい、 メロディーラインは、ポップス等のメジャージャンルに通じる部分もあり、マイナージャンルに属しながらメジャーに通する可能性も、秘めている。歌詞については、英語と本語を織り混ぜ、海外シーンへのアプローチもプランニング。ユバのサイドプロジェクトとして、当初指導。ユバの商業外活動として徐々に楽曲をストック。そのストックを聞いた元バンドメンバーの DAD が、楽曲に聞き惚れ、歌詞。 歌れ追い、本格的に原生作に移る。現在の楽曲数は5曲と少ないが、いずれの楽曲も複雑な構成で、1曲聴いただけで、数曲分聴いた感覚になるほどのボリュームで、それでいて聞き飽きない緻密な夫を随所に凝らす。本格的に活動を開始すべく、メンバー探しを2019年より開始し、現在にいる。ありがとうございます。